よう。よう、キリト、さっきあの娘見かけたぜ。ああ、フィールドまでは追いかけたんだけどよ、そっから見逃しちまって。方角的には迷宮区の方だが、とっ捕まえておいた方が良かったか。地震か？なんだよ、脅かしやがって。確か80層に着いた時にも地震があったよな。地震の他にもフィールドで不自然にラグるところが増えてるって噂もあるし、やっぱなんかがおかしいのか？収穫だったわね。まさかあんなレア素材がポロッと出るなんて思わなかったわ。もちろん最高の武器に仕上げてみせる。あ、そうだ、この後一緒に晩ご飯でもどう？私がおごるからさ。レア素材入手記念よ。それと手伝ってくれたお礼も兼ねてね、今日くらいパーッとお祝いしよう。それとも男としては女の子に怒られるなんてプライドが許さない？それじゃあ決定ね。あのさ、シャワー浴びてきてもいい？ちょっとさっぱりしたいし、そのキリトと食事に行くとなると。ああ、いいっていいって、すぐ済むからここで待ってて。あんたを野放しにしたらどっか行きそうなんだもん。待ってても誰かがあんたを誘いに来るかもしれないでしょうが。なんでもないわよ。いいからここで待ってなさい。よろしい、それじゃ行ってくるわね。そう、言っておくけど、お風呂覗いたらうちのカジロに頭から突っ込むから。
と綺麗だ。ない、ないのよ。手に入れたはずの素材がないのよ。ああ、もう、せっかく苦労して手に入れたのに。いろんなアイテムを入手したからもうストレージの中がごっちゃごちゃ。これは保存用、これは後で売却して。あー、もう何が何だか分からなくなってきちゃった。こんなにごちゃごちゃしてると間違えて大事なものとか捨てちゃいそう。そうそう、いらないアイテムと一緒に捨てず。ところで早速ご飯食べに行こっか。キリトのおごりで。あら、裏若い乙女のあられもない姿を見たんだからそのくらい当然でしょ。あたしのことドキドキさせた罰よ。そんなお葬式帰りみたいな顔しないでよ。どうかしたの？それじゃあね。あ、キリト君、ちょっと聞きたいんだけど、最近ストレアさんと会ってる？ここのところを見かけなくなっちゃって。そうなんだ。いたらいたで騒がしい人だけど、急にいなくなるとちょっとね。無事でいるならいいんだけど。けどって何か含みがあるみたいだけど、心当たりでもあるの？何か知ってることがあるなら教えてください。私たちにできることがあるならやっておきたいですし、なんていうか、またみんなで一緒に楽しく騒ぎたいじゃないですか。
それってどんな？それって現実に戻ると会えないってことかしら。どういう意味なのかしら。一人になりたいとか、単純に忙しいとかかな。もやもやするよ。私はそのうち何事もなかったみたいに帰ってくると思います。ソロのプレイヤーの人は迷宮の中で何日も過ごすとかあるみたいですし。なるほど、経験値稼ぎの可能性もあるのか。まあひょこっと戻ってくるって方があの人らしい感じはするわね。またみんなでお料理作ったりお話をしましょう。パーティーもいいわね。前に呼んだ時も喜んでたし。エギルの激辛ピザはちょっと避けたいけどね。ストレアに濃厚なキスを食らっちゃったしね。もうリズ、
これでどうだ。That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. It's no use. He's gone over the edge.